どうもこみです。さて本日は関西クラクラクラブのホームからこちらをお送りしていきたいというふうに思うんですけども、今日のテーマに関してなんですが、バーバリアンキングを2倍活用する方法というところで大きく出たなと思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、上級者の方にとってはもしかすると何を今更言ってるのよっていうふうに思われちゃうかもしれませんが、結構ねこれご存知なのかご存知ないのかやってらっしゃらない方が多いんですよね。でそれに関してのお話です。でまずバーバリアンキングってどんな意味とかというと、体力が1万超えていてもうものすごい HP モリモリユニットですよね。で攻撃力もまあ600ぐらいとレベルマックスでこれぐらい持っている、まあ攻防兼ね備えたユニットになります。でポイントはアイアンフィスト言われるこの能力で、体力が回復4700、結構回復しますよね。で攻撃力も約1000弱回復と上昇して、かつバーバリアンを召喚してそのバーバリアンが霊視状態で出てくるっていう、またその強みもありますよね。これは自分のラボの、バーバリアンレベルと同じレベルになりますね。レベルマックスまで育てていればレベルマックスのバーバリアンが霊視状態で出てくるという感じですね。でかつ、速度上昇33です。これもまたね肝で、要するにスピードも上がり攻撃力も上がり、バーバリアンがいっぱい出てきて辺り一面をもう蹂躙しまくっちゃうっていう、まあ、そんな能力なんですけども、一番注目すべきはここなんですよ。ちょっとこれ白に白で見にくくて申し訳ないんですけども、これ10秒間、この10秒間っていう時間が固定なんですよね、バーバリアンキングって。これアーチャークイーンのクロークなんかだったりエタナルトムはレベルが上がるとどんどんその効果時間が伸びるんですけど、ババキンの場合10秒ってレベル5からもうずーっと固定なんですよ、変わらないんですね。なんでこの10秒間をフルで皆さん使い切れてますかっていうところがポイントです。でまあいろいろ細かく話すよりも動画見ながらね感じてもらった方が早いかなと思うんで、ちょっとね今回申し訳ない、ね、ボキボキさんがね結構最近前回ばっか撮ってるのになぜかここだけこういうね悪いところで上げちゃうのが本当に申し訳ないんですけども、2回今回ババキンの能力がうまく使えてないというところでごめん、ちょっと紹介させてください。ごめんね、ボキボキさん見てたら本当ごめん。でこのねバーバリアンキングっていうのがどっから来るかっていうと、ここから来るんですね。こうぐーっとねタウンホール方面に回っていくわけなんですけども、ここでやられます。ここでどういうやられ方をするか見ててほしいなというふうに。で、まずババキンの天敵って何かっていうと、まあ、シングルインフェルノタワーですよね。これがあるとですね、もう剥げ取られて壊せないような場面ができちゃった場合もうどうしようもなくなるっていうのが、まあ、ババキンの弱みです。で、クロークとかエターナルトームと違って、ババキンのフィストって体力は回復するけど今取っているターゲットは外れないんですね。これちょっとね分かっているけど分かってない方が結構多いんじゃないかな気がしているポイントで、フィストを使えばそのフィストの効果分ちゃんと生き延びてくれるだろうみたいな風に誤解っていうか、まあ、錯覚かなしてる方が結構多いという風に思うんですよ。で今回のボキボキさんのケースっていうのもまさにそれになっていて、まあ、キングにちょっと注目しますね。ドラゴンたちはちょっと無視します。今回はで、赤い表示になってまだね使わないんですね、フィスト。今ドラゴン部隊に呪文とか一生懸命出してるんですけども、これでシングルに限られますよね。で体力ゼロになりました。自動でフィストが発動するんですが、はい、もうやられた。今これ紫になってますよね。この紫でビュンビュンビュンってなんかこう出てるこの時間ってこの10秒間のフィスト効果時間なんですよ。でこの部分の今ずっと8秒間ぐらいフィスト効果時間残ってましたよね。これ完全に無駄にしちゃってるんですね、この8秒間を。これってすごく大きなことで、今回このシングルインフェルノタワーにたげられたタイミングでフィストを発動してましたけども、これあらかじめここに来る前の、まあ、この辺のタイミングでフィストが発動できていればバーバリアンが生まれてくるから、そのババで一時的にこのシングルインフェルノタゲも取れたと思いますし、相手のバーバリアンキングと当たるわけなんですけど、当たった時にもバーバリアンプラスキングのそのレイジー攻撃力上昇効果によって一気にこれでガーンと突破できた可能性が高いと思うんですよね。
なんだけどもシングルに限られてもう余命いくばくもない状態でフィストを使ってしまったがためにフィストの効果時間だったりババアが出てきてそれがターゲットを取ってくれる旨味の時間っていうのがほぼほぼ使い切れずにキングが起こってしまった。でキングが起こってしまうとバーバリアンにかかっているレイジ効果も確かなくなるはず、うん、だともう一回見てみたいと思うんですけどなくなるはずなんですよね。なのでそうなった場合にこれってすごく大きな損失じゃないですか。レイジ10秒間ババに乗っている状態と乗ってない状態じゃ、まあ、天と地と違うし、これね今回みたいなケースって応答特殊能力発動を設定している方ほどよくやる、事項というかねミスになるので、まあそういう設定している方は特殊能力っていうのは基本自分で打つものでどうしても打てないようなタイミング見落としちゃった時の保険としてこの応答、能力発動を使うっていう風に考えておいた方がいいね。で、もう一個は、これですかね。ボキボキさん今回全開も取ってるんですよ。取ってるんだけども、ね、フィストがやっぱり持たないことになってるっていうところですね。でもこれね、もう序盤のこの突撃艦スパビットがうまかったな。ここに、まあ、この村の配置も多少ね、ちょっと良くないっちゃ良くないんですけども、そこを見落とさずにきっちりと、スパビズを突撃艦乗せて、ぶち込んでいって、タウンホール投石、この辺のスケルトラとかも全部こうね、処理していくことができたっていう、これがやっぱり効いてますよね。相手のロイちゃんには入んなかったのか。まあ、でもこんだけ潰しは十分でしょうっていうぐらいの戦果が得られてますね。で、ババキン出していきます。ロイちゃんと当たるんですが、ここはババキンの底力ですね。自力で突破していく体力半分の状態ですね。で、投石機のこの区画ら辺に穴を開けていくわけなんですけども、投石のターゲットが今ババキンに入っていますというところですね。で、バーバリアンキングの体力赤ゲージになっています。で、ここで、アイスゴーレムのフリーズ効果発動。しかし、シングルのターゲットがババキンに入っていて、これキングが、体力どんどん削られて、今これ自動で能力発動しましたよね。発動して、ただここでアイスゴーレムに食らって止まってしまう。で、その間に落ちちゃうという感じですね。で、バーバリアンにかかっている、これちょっと見にくいかな、ちょっと。ヘイストとレイジの効果が少し被ってて見えにくかったですけども、で、バーバリアンたちもおそらくこれ多分、レイジ効果切れてるはず。ちょっともう一回後で見てみましょうかね、1本目のアタックね。で、そのまま、体力がなくなったバーバリアンキングの仕事量っていうのがすごく今少なかったのが分かったかなというふうに思います。で、こうなるのであれば、やっぱり早めにこのフィストを放っておいて、まあ、相手の防衛援軍がね、これ初見で攻めていったんですけども、アイスゴーレムであったっていう点が、まあ、不運ではあったんですが、やっぱりああいう風に、シングルインフェルノに限らず、クロスボウのターゲットとかね、早めにこう、取ってしまって撃たれ続けるような状態になる場合には、ちょっと早め、黄色ゲージぐらいのところでもう、すぐにフィストを放ってしまった方が僕はいいかなって思います。キングのね、場合、ちゃんとここで撃つんだっていうのが、まあ、決まってればいいと思うんですけど、決まってない場合には、一回見れませんが、これキングね、ここで、キングのその体力も一緒にこう攻めてる時間って見れるじゃないですか。で、そのキングの体力が黄色になってきたなと思ったら、どこにキングがいるかとか、まあ、関係なしにポーンと、なんだっけ、フィスト、能力ですね。もう出しちゃってもいいかなと思います。出しちゃうことによって、最悪のフィスト効果時間の、ほとんどを使えないっていう事態だけは避けられると思いますので、多少ね、おかしなタイミングになってしまっても、もう体力が切れて自動で発動するようなことになるよりはいいかなと思います。大体ね、自動発動した場合って10秒間持たないんですね、ババキンが。これ非常にもったいないので、ちょっとね、そこは注意をした方がいいかなっていう気がしますね。ちょっと見てみましょうか。もう一回ごめん。これ見して。すいません。ちょっと4倍速で進みますね。一応見といた方がいいな。レイジ効果が多分切れると思うんだけど。ちゃんと事前にそれ把握しときゃよかったですね。本当に、お粗末な動画になってしまって申し訳ないんですが。はい、ババキン出てきました。もうちょっとですね。ババキンがどんどん進んでいって、で、これシングルインフェルノのタゲをもらっちゃいますって、まあ、この辺からかな。はい、これでレイジ発動ですね。で、バーバリアンたちの様子を見てみると、はい、やっぱこれ、こけてますよね。ババの、この、まあ、ヤックの後ろで見えないけども、バーバリアンの体が紫から肌色に変わりましたね。やっぱり切れちゃうので、
かり馬場金を生かしておかないと出てきたバーバリアの仕事量まで下がっちゃうってことですね。で、ここからはね、うまくこのキングの能力を使っている例を紹介していきたいというふうに思います。これジョーカーさんですけれども、あのスーサイドって言われるいわゆるそのヒーローパートで、そこにヒーラーとかつけずに、あとはユニットたちに混ぜ込むんじゃなくてヒーロー単体で押していく攻め方 をする方はかなりこのヒーロー使いがうまい傾向にあると思うんです。ジョーカーさんまさにそういう攻め方が、得意な方なので、このヒーローの使い方がうまいんですけども、今回ですね、クイヒーでこの下方面こっちに攻め入っていきながら、このシングルインフェルノ相手のバーバリアンキングクイーンですね、この辺りっていうのを、ババキンを、アーチャクイクイヒーに添えていきながら突破するような感じになっています。これね、ヒーラーをつける場所もうまいですね。これ先につけちゃうと投石機にワンチャン打たれちゃうっていう事故がありえるので、無駄にヒーラーを早めにつけるんじゃなくて、投石機にこう垂直に当たるように角度をつけて出すことによって、万が一アーチャークイーンが投石機の区画をスルーしちゃった場合にもヒーラーが比較的打たれにくいようなポジションにいられるように配慮してますね。そういうところうまいですよね。ちょっとまあ今回のキングの話はそれますけども、お上手かなっていう。相手のババキン出てきました。これね、キングの話なんで、まあ、ついでに言うと、クイヒー対キングだと、ね、クイーンが負けます。なのでストライカーを使うなり、あとはレイジを使うなりしてクイーン強化するんですよ、ね。シングルのタゲを取られましたけども、これフリーズ使ってすぐにババキンフィスト使いましたよね。フィスト使ったタイミングでババが出てきて体力満タンまで回復したので、はい、これまたこれバーバリアンキングの体力が緑ゲージなのにフィストの効果時間が切れているっていうこと、これがポイントですね。こうすることによってこのキングの10秒間のフィストの能力のうまみを全部使い切ったというところです。で、今回巨爆があったりとかして、なかなかババの破壊も進まず、なんかキングがねすごい短距離で終わっちゃったように見えるんですけども、ここにあったその金庫とかそういうストレージをがっつりババキンが殴り壊してくれたっていうことが結構大事で、それによってやっぱ時間が負けているわけですね。かつ今回金庫とかそういうストレージだったから、火力面における恩恵はそんなに感じにくかったと思うんですけども、もしもこれがクロスボウとか、ウィズ島とかそういうものであった場合には、なおさら今キングが、短距離ですけども、そのフィスト状態で壊してくれたゾーンの効果っていうのが生きますよね。いう具合で、もうとにかくキングのフィストっていうのはもう早め早めに打っていく。で、フィストの効果時間が終わってからキングがやられるならやられてくれというね、ふうに考えていくと、出てくるバーバリアンの効果っていうのも 100% 使い切ることができるし、キングのね、速度上昇、攻撃力上昇、この貴重な10秒間を無駄にしないことができるという点で、このポイントはかなり重要ですのでね、覚えておきたいなというふうに思います。で、今回みたいに、混ぜ込んでしまうと少し分かりにくいかもしれないんで、もうちょっとね、長い距離を移動した場合のケースも見ていこうと思うんですけども、これ、J さん惜しかったんだよな、98% で取り切れなかったんだけど、キングのね、仕事量がすっごくわかる、アタックですね。こっち方面、キングでガッサリ削るんですね。こんだけ削るのよ。これすごくないっていう感じ。本当に。削る量がバカにならないんですよね。まず、ダクエリの3個を削って、で、3時方面に歩き始めます。で、このまま一気に、この、ほんと3時のドン付きぐらいまで行っちゃうんですけど、後ろからアーチャークイーンがね、サポートに入っているものって感じ、ね。ボムタワーがあるところではやっぱり、ピスト使うと全部ね、ババがやられちゃうんで、巨爆やボムタワーはなるべく避けていきたいところなんですけども、はい、ここで悪化ゲージになって、で、ここで、ちゃんとね、手動でフィストを発動しましたよね。ちょっと遅れちゃったなっていう気はしましたけども、火力が低いんで、このまま10秒間のフィスト効果時間をきっちり使い切ります。で、ここ、もう綺麗に掃除していってくれましたよね、こんな感じで。わかりますかね。さらに、フィストが切れてもババアが残ってるので、まだ、余力があるわけですね。この素の状態のババキンにも。なので、いや、ほら、これですよ。ここ全部ババキンですよ。ここ全部ババキン。これだけのカットをしてくれるユニット力なので、やっぱこいつの10秒間っていうのを2秒で終わらせるのか、10秒きっちりババア含めて仕事をさせるのかで、どれくらい結果が変わるのかっていうのはもう、この範囲を見れば一目瞭然ですよね。おそらくクイーンね、
このキングに添えてこっち方面歩かせていこうと思ったんじゃないかなと思います。多分そこが今回プラン違っちゃったところで、今ドラゴンたちが出てくるタイミング少し遅くなってしまった感があるんですけども、まあ、結果的に惜しいところまで行きましてね、もうちょっとっていう感じだったかな。これなんで取れなかったんだろう。残った呪文はレイジ2発、フリーズ2発ですね。トーンを深めにかけていって突撃感をタウンフローまで届けていい。これ中は何が入ってるのかな。ドラゴンとかバルーン系が入ってるんでしょうかね。そうですね、ドラゴンバルーンが入っています。レイジをかけてタウンホールを確実に撃破。ドラゴンたちが中心部分から約上の方に向かっていっていますが、ポイズン効果に結構入っちゃってますね。で、このポイズン効果、アチャクイキングと当たっている最中に対空砲にガンガン撃たれたのか。あ、なるほど。この対空砲ですね。いや、これロケットバルーン2台持ってたら多分余裕の全開だったかもしれないな。まあ、フレンドリー対戦と違ってね、この野良戦って、手持ちのユニット、まあ、スーパーユニットを変えられないのでね、これ多分、致し方なく今回、ロケバル持っていけなかったんじゃないかなと思うんですけども、これ持っていてたら勝ちでしたね。もうほぼほぼでも勝ちですよね、これ。うん。本当に。そうか。インドラの体力がちょっと足んなかったんだな。キングを下げてるうちに、テスラに落とされたというところでしたね。とまあいう形でですね、バーバリアンキングの能力って10秒間、体力上昇だけではなく、移動速度、攻撃力上昇、バーバリアンキングにもレイジがかかるって、この3拍子揃った、もう破壊の10秒間なわけですよ。この10秒間をきっちり使い切れるタイミングで、能力発動するには、オートに頼るのは絶対ダメってことですね。必ず黄色ぐらいになったらもうやばいと思って、手動で、おっしゃってください。ここで使うんだっていうね、タイミングが測れる方は別です。ちゃんと自分でそのタイミングを測って、巨爆とかボムタワーがないところを選んで使うっていうのがもう当然ベストなんですけども、そこまで見る余裕ない方は、黄色に入ってきたらもうとりあえず押しとけぐらいでもいいと思います。そうすることによって、フィストの効果時間を、2秒とかで終わらせてしまうよりは、しっかり10秒使い切る。このね、ポイントを意識するだけでも、全開率相当変わってくると思うので、これですね、なんかうまくいってるんだけど全開取れないっていう方は、ぜひ、フィストの効果時間、使い切れてるかなっていうところ、見直してみてもらうと、もしかしたら、ちょっと、結果が変わってくるかもしれないなというところでございます。はい、ではですね、本日はバーバリアンキングのフィストを題材に、キングを2倍活かす、方法というところでね、ちょっと大きく出ましたが、話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。私の動画こんな感じでですね、タウンホール12から14ぐらいのプレイヤーを対象に、クラン対戦で役に立つ情報を発信しております。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいです。また、これからもですね、こういったためになる動画いっぱい出していきたいというふうに思っておりますので、どうぞご視聴よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。